こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、おかしいな。すみません、誰か。来てや。こうやったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。バラバラになる話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、すみません。ええんや。なんのか。行きません、すみません。で謝るんや。わかった、出直すわ。本当くおつらいんです。え、体がバラバラ。知れるなら早く予約をされた方が。え、あ、それはいいや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱ。ちゃう。違う。言うとるやろが。ほら、わかった。お姉ちゃん。お客さん、本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もとって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だって。うん、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私忙しい方がいろんなお客さんと知りたいんですよね。お客さんからしか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな、それでかなって施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうです、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんですだから仕事が趣味みたいなものかもしれません。話すんが好きよ。ホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか。
そら羨ましいの。お仕事じゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上ですね。私本当に上のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや？そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。あんなに優しい人他にいません。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、こう振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも引っ上げてますよ。いや意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないのために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの件でるんです。人間としてお尊敬できる人。以前私も店長に救われたし。救われた？人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。寝てもうたんか。相当だったみたいですね。全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああそうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、あれ店長？え？いやー参った参った、忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。お、いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。の方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子にいたら新規のお客さんに失礼。ハリー。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。だったら良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だ。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ。え、私？ハリやるとき
わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く来てきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボをチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな聞いたんや。どこもかしこもあるかい。てれ派手なりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。ずいぶんな。大見が、まあ頼み、悪いことは言わん。まあまあ大人衆帰れば見逃しか。なら、ゴッド&アビスや。行くぜ。一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんと。仲間呼んどったっちゅう。なおか、お前の仲間とちゃうんか。ウェンハイやな。何言うてんねん、牧村誠や。ああ。しょうもない嘘ついとんねん。それで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミング。さあ店長、どうしたんです。店長。まこと、ニコが。ジャンさん、おさっとすんな。何するの。やめて。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、ほんまにあの子が牧村中華。あれセリフやボケ。前あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。ガイ。ケナジャン。なんなんやわ。
火が邪魔くさいけどな、兄ちゃん。追いついたで。なんやわら、邪魔すんなや。どこのヤクザ、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、この辺ぶっ殺したれや。